おはようみんな、ヤマトくんだよ。うごめん、行く？はい、よいどんしよう。よいどん行ってきます。もうね、手で片手で持ってるからブレブレ。はい、走るな。こんなねロケーションですよ。墓地の横のほら舗装道路ね。ね、一日ずつ走いっぱい思い出できるね。ブタブタほら、なんだこれ。石は食べちゃうからね、ヤマトさん触らないでください。はい、赤いね靴とカープのなんか服を着てます。これね、普段パジャマで使ってるんですよ。だから今日ね帰ったらねお風呂入ってこれ着替えるんですけどね。毎日こんな暮らしでございます。これがまさにねパパ活というやつでございますよ。パパの活動ですよ。あのなんか遠行まがいのパパ活とはね全然違うんですけども、私のパパ活はヤマトくんのパパの生活、活躍、活動。お前円形脱毛症ができてないかこれ。ここ見てください、円形脱毛症みたいになってる。寝癖で。はい、じゃあどうしよう、降りてこうか。ああまたげたね、よくね水を。はい、じゃあコンクリートのところは何もないんだけど、急な坂道なんでね転びそうだよね。じゃあ隠居パパ活でございました。思わせぶりなタイトルですいません。